東海地方は今朝も名古屋など平野部で雪が積もりました。路面凍結による交通の乱れなどに注意が必要です。今日の方が結構降ってましたもんね。今日も駅までの道はもう全然もう雪が積もってて、もういつもより早めに出て。午前9時頃の名古屋市内の様子です。あちらでは真っ白な道路に融雪剤が撒かれています。今朝の最低気温が氷点下 2.8 度まで下がった名古屋では、午前6時に積雪が3センチになるなど、昨日に続き東海地方は平野部でも各地で雪が積もりました。名古屋の雪のピークは超えていますが、三重県北部では夕方にかけて大雪の恐れがあり、注意が必要です。予想最高気温は名古屋で4度など、冷え込みは続く見通しで、気象台は積雪や路面の凍結による交通の乱れなどに注意を呼びかけています。